僕の名前はヨッチ。今僕は筋トレをしている。ん？なんで筋トレをしてるかって？それは可愛い妹のためだよ。まあ細かいことは置いといて。みんな逃げて、やつがこっちに来る。よっしゃー、また負けた。妹は本当に弱いな。お兄ちゃんが強いだけだわ。そうだよな。そういえばママ遅いね。ああ、確かに、いつ帰ってくるのかな。私お腹空いちゃったよ。本当か？あ、でもお兄ちゃんもお腹空いたぞ。でもおやつ食べたらママに怒られちゃうよね。そうだよな。あ、でもちょっとだけならバレないよね。あったあった。本当に食べる？ちょっとならバレないって。そうだよね。うんうん。でもどこで食べる？妹よ、ここならママにバレずに食べられるぞ。こんなところで食べるの？そうだ、行くぞ。閉めて。うまい。おいしいな、妹よ。おいしい。でもママにバレたら怒られるかな。何を心配してんだ妹よ。ここなら絶対バレないって。あーもったいない。こんなことしたら虫さん出ちゃうよ。妹よ、お兄ちゃんに任せろ。いいから早く捕まえて。待てー、いって、しびれてる。あーし、待てー、ゴキブリ今だぞ。お兄ちゃん待って。あれ、どこ行った？お兄ちゃん、お虫さんどこ行ったの？あれ、よし、こうなったら残りのケーキは差し上げますので、どうかお帰りください。お兄ちゃん何してんの？意味わかんない。かっこ悪い、ダサい、役立たず、ブス。こうなったら最後の手段だ。ちょ、お兄ちゃんどこ行くの？はあ、妹にダサいって言われちゃったな。いや、このままじゃダメだ。妹よ、今すぐ助けに行くから待ってろよ。こうなったらゴキブリより強くなるしかない。負けるな自分、妹を守るんだ。センス。お兄ちゃんどこ行ったの？一人で逃げるとかほんと最低。後でケーキ食べてたことママにチクってやるから。わー、ケーキがダメならクッキーもあげるから、そろそろ帰ってよー。あー、待たせたな妹よ。お兄ちゃん、あとはお兄ちゃんに任せなさい。よいしょ、ほら、これでもう大丈夫だ。ありがとう。ただいま。ごめんね、二人とも遅くなっちゃって。あ、ママ見て見て、ゴキブリ捕まえた。ゴキブリ。見て見て、いやー、やばい、なんか全然
手を。えなんで回したの？怖っ。何も持ってない。怖っ。何？何も持ってない。あれ？やった。ねえ、かわいそう。やめてあげて。野球選手か。本当に良すぎる。砂よっちさんって言って。あ、待っていい。めっちゃいい。あれ、サボってくるとこだね。押し付けすぎ、眼鏡が突き刺さる目に。